人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。ふん、前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。行くぞ。行くぞ。俺のパワーアップがバレている今なら何とかなるかもしれん。魔漢考察ポーズ。パンチに重さが足りないようだ。偉そうなことを言ってくれるじゃないか。とどめさせてやる。そうだよ。魔漢考察法、魔漢考察法。だけや、おっせい、落ちろ。たは、落ちろ。とどめさせてやる。魔漢考察法。はハート。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。
セル。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で、貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。くそー、